ただいまより2024年野球殿堂入り通知式を開催いたします。司会進行は競技者表彰委員会幹事を務めております煙山光則です。どうぞよろしくお願いいたします。通知式ライブ配信をご視聴の報道関係者並びに野球殿堂博物館維持会員の皆様にご案内いたします。本日の通知式で発表される検証者についての情報は本日15時30分より解禁とさせていただきます。検証者についての情報は本日午後3時30分より解禁といたします。どうぞご協力よろしくお願い申し上げます。それでは野球殿堂博物館理事長榊原貞之よりご挨拶と本年の検証者の発表です。理事長どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。野球殿堂博物館理事長の榊原でございます。本日は野球殿堂入り通知式にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。また司会の方からご紹介ございましたようにメディアの方々そして理事会の皆様にはオンラインでご参加をいただいております。この野球殿堂でございますけれども日本の野球の発展にご貢献された方々の功績を称えるということ検証するということで1959年に創設をされました。今年で66年目ということになります。昨年までこの66年間にですね競技者表彰で102名の方々そして特別表彰では113名の方々合計215名の方方が殿堂入りをされておりまして、まあ、当博物館としてはレリーフ、まあ、このように計画するとともにその栄誉を永遠に、まあ、称えるといったことを行っております。それでは今年の殿堂入りされた方々を発表いたします。競技者表彰のプレイヤー表彰2名でございますが1名は谷繁元重さん、もう1名は黒田博樹さんでございます。エキスパート表彰、今年は該当者なしといたしております。次に特別表彰、特別表彰は谷村智一さんでございます。以上3名の方々が今年の野球殿堂入りを果たされました。皆さん心からお祝いを申し上げたいと思います。誠におめでとうございます。この後選考の経過につきましてですね選考委員会の委員からご報告をいたします。またゲストスピーカーの方々からお祝いの言葉あるいは栄えある殿堂入りをされた方々の思い出話等をしていただけるのではないかと思っております。本日、まあ、ご来席の皆様そしてオンラインでご参加いただいた皆様には引き続き、当博物館の活動につきましてご支援ご協力いただきますようお願い申し上げまして私のご挨拶といたします。今日よろしくお願いいたします。ありがとうございました。理事長ありがとうございました。どうぞ席の方へお直りください。続きまして競技者表彰委員会澤田圭太郎代表幹事による選考報告です。澤田さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。競技者表彰委員会代表幹事日刊スポーツの澤田圭太郎と申します。第64回競技者表彰委員会の投票は昨年12月に行われ今年1月9日に開票を行いました。まずプレーヤー表彰です。15年以上の野球報道経験を持つ委員が
有資格者の中から幹事会が選んだ候補者27名の方々を対象に最大7人連携で投票を行いました。今回の委員総数は358、投票委員数は354、有効投票数は354でした。当選には有効投票数の 75% 以上の得票が必要で、今回は266票、谷重元信さんと黒田博樹さんのお二人がともに得票率 79.4%、281票を獲得され、殿堂入りが決まりました。おめでとうございます。谷重さんは資格を得られて4年目、黒田さんは3年目の殿堂入りとなりました。続きまして、エキスパート表彰です。こちらは投票権を持つ委員は、すでに殿堂入りされている方と、競技者表彰委員会の幹事および野球報道経験30年以上の方々です。今回の委員総数は153、投票委員数147、有効投票数147でした。幹事会が選んだ18人の候補者を対象に、最大6人連携で投票を行いました。当選には 75% 以上の得票が必要で、今回は111票。残念ながら必要得票数に達した方はいらっしゃいませんでした。該当者なしは2年ぶりです。最多得票の掛布正幸さんは109票、わずか2票足りませんでした。また91票で得票数2位の長池敦さんは前回より20票を伸ばしております。お二人には来期こその期待がかかります。以上、報告を終わります。澤田代表幹事、ありがとうございました。お着席ください。続きまして、特別表彰委員会、伊原敦議長による選考報告です。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました特別表彰委員会で議長を務めさせていただきました伊原です。委員会の選考についてご説明いたします。本年の特別表彰委員会は今週の月曜日1月15日東京ドームホテルにて委員14人全員の出席で行われました。選考対象の方々は昨年の候補でもあられた7人、それに加えて今年新たに候補者となられた3人の方、10人の方を対象に選考を行いました。委員の皆様からそれぞれご意見を伺いした後、投票が行われまして、出席の 75% 以上の得票、投票11票を獲得されました谷村智一様が野球殿堂入りとなりました。谷村様、そして本日もこちらに来られておりますご家族の皆様、誠におめでとうございます。谷村様は高校、大学、社会人、そしてプロ野球で審判を務められた方であります。旧制同志社中学、同志社大学在籍中に選手として野球に打ち込まれた後、卒業後は極東商事、現在の三菱商事でございますが、そちらで勤務の方は社会人の野球クラブでプレーを続けられました。その後競技人生、競技は一旦終了された後、審判キャリアを始められたという方でございます。関西六大学リーグ戦はもとより社会人野球、高校野球でグラウンドに審判としてグラウンドに立たれました。1955年からは春夏の甲子園で8シーズン連続ジャッジを務められております。そして1959年からセリーグの審判員に転じられました。それ以前は例えば早実の王貞治選手、関大の村山実投手、立教大学の長嶋選手、それらの選手の審判をされていた今村様が、今度はそれぞれがプロ野球のスーパースターとなった皆さんの試合のジャッジをされてということです。1986年まで28シーズンの審判の経歴で3026試合に出場され、オールスターゲームに6回、
日本シリーズは11回出場されました。また現役引退後は技術指導員などで後輩の指導に当たられ、特に2002年に審判メカニクスハンドブック、これを発刊され、野球界に大きな貢献をされました。審判員として高校野球から大学社会人を経てプロ野球を経験された実績、そして後進育成の功績貢献を私ども評価させていただき、今回の選出となった次第でございます。報告以上となります。井原議長ありがとうございました。お席の方にお戻りください。では続きまして、通知書の授与を取り行います。まず競技者表彰で殿堂入りされたお二人です。谷重元信様、前の方にお進みください。榊原理事長お願いいたします。お通知、谷重元信殿。貴殿は2024年競技者表彰委員会プレイヤー表彰の部におきまして検証者として推挙されました。日本野球の発展に大いに寄与されました。貴殿の功績を永久に称え、ここに謹んで野球殿堂入りをご通知申し上げます。2024年1月18日公益財団法人野球殿堂博物館理事長榊原誠一、おめでとうございます。おめでとうございます。谷重様、席の方にお戻りください。続きまして、黒田博樹様、前の方にお越しください。お通知、黒田博樹殿、以下同文でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ続きまして、特別表彰を受けられました谷村智一様です。谷村様は2022年7月に94歳でお亡くなりになっております。本日はお孫さんの米井麟太郎様にご出席いただいております。通知書をご親族を代表してお受け取りいただきます。米井様、どうぞ前の方にお進みください。お通知、谷村智一殿。貴殿は2024年特別表彰委員会におきまして検証者として推挙されました。日本野球の発展に大いに寄与されました。貴殿の功績を永久に称え、ここに謹んで野球殿堂入りをお通知申し上げます。2024年1月18日公益財団法人野球殿堂博物館理事長榊原誠一、おめでとうございます。皆様どうぞ席の方にお直りください。一応どうもありがとうございました。さあそれでは本年の検証者の皆様からスピーチを頂戴いたします。まず谷重元信様、よろしくお願いいたします。はい、そちらにお進みください。この度、野球殿堂、プレーヤー表彰選出していただき、野球殿堂入りすることができ大変光栄に思うところと、まさか自分がという思い、この思いが、自分の中を駆け巡っているところですが、この中で、この殿堂入りに際してやっぱり感謝をしなきゃいけないとすごく感じています。その感謝をするところですけれども、やっぱり両親、まず最初ですね。そして家族、そして僕はこの野球っていうスポーツに出会って、小学校、中学、高校、そしてプロに入ってから指導していただいた監督、そして
スタッフの方、あとは僕に、この今までの人生で、携わっていただいた皆さんに、そして、最後は、自分のこのプロに入って27年間、まあ、その前も野球やってましたけども、耐え抜いたこの体にですね、感謝をしたいと思います。まだまだ微力ですけども、野球界にこれからも貢献少しでもできるように頑張っていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。そしておめでとうございます。谷繁元信様よりご挨拶をいただきました。続きまして黒田博樹様、よろしくお願いいたします。どうぞ前の方にお進みください。本日は、野球殿堂入りという、大変名誉な、選出をしていただきまして、誠にありがとうございました。まずはじめにこの度たくさんの票を入れていただきました、メディアの皆様、本当にありがとうございました。深く感謝いたします。私は大学を卒業後、広島カープに入団し、入団後数年間は、なかなか結果を残すことができなかったんですが、その後私の中でも非常に大きな転機となったのが、本日ゲストスピーチにお越しいただきました山本浩二さんが2度目の監督に就任されたことでした。山本浩二さんには、先発投手、そしてエースとしての心構え、責任、そういったものたくさんのものを、マウンドで学ばせていただきました。そのおかげで、そのシーズン、自身初の2桁勝利を挙げることができました。その教えを持って、私の20年間の、現役生活、最後のマウンドまで、私の原動力になっていました。そして最後に、私は日米含め20年間の現役生活の中で、約1万回以上の打者と対戦してまいりました。本日こちらにいらっしゃる谷繁さんもその一人です。敵味方含め、たくさんの素晴らしいプレイヤーと切磋琢磨してまいりました。歴代の監督、コーチ、スタッフ、そして私の幼少期から現在に至るまで、たくさんの方に野球というスポーツに携わっていただいて、そして最後は、たくさんのファンの方たちに、声援を送っていただきました。そのすべての方々に、この場を最後お借りしまして、お礼を申し上げたいと思います。本日は本当にありがとうございました。黒田様、おめでとうございます。どうぞお席の方にお直りください。黒田博樹様よりご挨拶を頂戴しました。続きまして故谷村智一様の代理として小梅林太郎様にご挨拶をいただきます。小梅様、どうぞ前の方にお進みください。谷村智一の孫、小梅林太郎です。この度は殿堂入りという素晴らしい賞をいただき、誠に名誉に思います。本当にありがとうございます。私の祖父谷村智一は生まれた時からずっと野球人として生きてきました。学生の時は選手として、社会人の初めには選手、そして審判を務めました。その後セントラルリーグの審判として長く活動をしてきました。私が祖父がプロ野球の審判であるということを初めて実感したのは、まだ私が幼い頃、祖父の家にあるスポーツ新聞を見て、谷さん引退と書かれて祖父の顔が写っていた、その時でした。そのため現役時代の祖父は私は見たことはありませんでしたが、引退してからも
野球を離れることはなく、自宅の近くにある甲子園球場に連日足を運んで、また自宅にいるときも野球の試合中継やニュース、雑誌や新聞を見ている姿が印象に残っています。もちろん野球の話をすることも大好きでした。しかし私たち家族の前でも自分のことを得意げに話したり自慢したりすることはありませんでした。今になって思うと、そういう祖父だからこそこの審判という仕事を天職にできたのかなと思います。本当に長く心から野球を愛していた谷村智一です。昨年の殿堂入りでは9票いただきました。自伝だったという連絡をいただいたとき、私たち家族が想像している以上にたくさんの票入ったことに大変感謝し、嬉しく思い、幸せを感じていました。そのため、今回祖父が殿堂入りしたという連絡が入ったときは、私たち家族は本当に驚きました。今もなお信じられない気持ちもあります。今回谷村智一の殿堂入りにあたりまして、10年以上も応援してくださった同志社大学野球部 OB 会の皆様をはじめ、黒田治様、漆崎渉様、たくさんの方のご尽力に感謝しています。皆様のおかげで私たち家族はまた一つ心に残る大きな思い出、大きな宝物をいただくことができました。私は小さい頃から大好きで尊敬する祖父谷村智一の野球人の姿を今ここで見ることができ、ここでまた会うことができて幸せです。本当にありがとうございました。おめでとう様、ありがとうございました。親族の皆様もおめでとうございました。では続きまして、健勝者の皆様とゆかりの深い方々よりここでスピーチを頂戴いたします。まず谷繁様へのお祝いのメッセージを、2019年殿堂入りで1998年の横浜ベイスターズ日本一の指揮官でもある権藤博様より頂戴いたします。権藤様、どうぞよろしくお願いいたします。谷繁、おめでとう。私が監督やった時にはもうレギュラーで2年目だったんですね。その前の年3割打ったらしいんですけど、その後はやっぱり彼を支えてきたのは、なんとかこのレギュラーをつかみ続けるというこの執念が、これは最後まで崩れませんでした。まあ体的には親が産んでくれた立派な体ですけど、キャッチャーというポジションはすごく当たり、体に当たられることが多いんですけど、これはもうすごい柔らかい柔道の受け身みたいな柔らかさで、相手のブロックを自分が飛ばされても大きな衝撃を受けない、まあ、これがやっぱり谷繁のすごいところ。まあ、何よりやっぱり優れてたのはハンドリングですね。キャッチャーミットで取るよりもグラブで取るぐらい軽々と、内野で遊んでるぐらい軽々と取る。そのためにピッチャーの140キロ、150キロの球を簡単に取って、そのハンドリングの良さがスローイングの良さにもつながって、まあこれといったね、特別な、3割は1回打ったらしいんですけど、ないですけど、本当にしぶとい、チームにとっては頼りになる、いざとなった時には、まあ私はよくキャッチャーは、試合が始まったら、フィールドの内のキャッチャーは監督だと思ってるんですけど、本当にそんなプレーが彼は見せてくれました。まあ試合の時にピッチャーがサイン間違って投げても、
そのやっぱりハンドリングの良さで平気でやっぱり球を処理してましたし、まだ53だそうですから、まだまだできそうな体してますけど、まあ、これからは、ね、野球界のために何らかの形で谷繁らしく公言してもらいたいと思います。おめでとうございました。遠藤様、ありがとうございました。続きまして、黒田様へのお祝いのスピーチを、広島東洋カープで2001年から5シーズンともに戦った2008年野球殿堂入りの山本浩二様より頂戴いたします。山本様、どうぞよろしくお願いいたします。まず、野球殿堂入りをされた谷村さんのご家族の皆さん、おめでとうございます。私、現役の時には大変、お世話になり、また威厳のある采配をされてました。素晴らしい殿堂入り、本当にお祝い申し上げます。茂雄、おめでとう。はい、それだけ。黒とは、2001年から5年間、監督選手の間でやってまいりまして、先ほど黒田が言ってくれましたけど、ちょうど油の乗り切った頃の、選手でしたし、今でこそ、今もあの当時も分業制っていうのがありました。クローザーがいて、セットアッパーがいてっていう、あの当時から先発をすると完投のこと、言葉しかないんですね。何完投したか、40何完投だと思うんですが、とにかく先発するとリリーフはいらないという当時でございました。かたくなに一人で投げて、投げ抜いて、なんていうか、勝ちを取るという性格的にもガッツのある根性のある選手でございます。言葉はちょっと寡黙ではあるんですが、非常に努力をしてきたというのをよく覚えております。一度だけ最多勝を取ったことがあります。この時はあと1勝で最多勝で、リリーフで勝ちを取りました。どれだけ本人は悔しかったかと思うんですが、タイトルを取るっていうのは大変なことでありまして、その後はプラスになるという私の考えで、強行したのを覚えております。メジャーに行きまして、あのメジャーの、選手たちの中で、強打者の中でそれを抑えていくっていう努力っていうのは並大抵のことではないと思います。大谷の体を見てもすごくそのトレーニングしてるっていうのがよくわかりますし、また黒もこの体でなんて負けたくない気持ちっていうのを持って、そして戦ってきたんじゃないかと。投球内容は落ちるボールを覚えたり、なんとかドアっていうのかな、あれ、フロントドア、バックドア、あんなボール見たことなかったんですが、それで、メジャーでも何勝もしてきました。そしてこれこそ男気だと思うんですが、カープに帰って本人は優勝の経験なかったと思います。初めて優勝の感激を味わったと思います。これはおそらく聞いたことありませんが、一生の思い出でなってるんじゃないかなと。これがまたこれからの人生の中でもプラスになっていくんじゃないかなと。それほど、個人記録もありますけど、一つになって戦うという野球の素晴らしさ、優勝を目指していく素晴らしさというのは誰もが優勝を経験して感じるものじゃないかと思います。これからも野球界のために頑張ってください。おめでとうございます。
ありがとうございました。続きまして、谷村様のゲストとして同志社大学野球部で後輩にあたる相沢隆之様よりスピーチを頂戴します。相沢様は日本高等学校野球連盟顧問で高校野球の審判員を長く務められました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。庄司官庁から長い挨拶はダメだぞというふうに釘を刺されておりますんですけど、時間がまた若干ありそうですので少し長くなることはお許しください。谷村智一さんは、1927年昭和2年ですね、アメリカのニューヨークでお生まれになりました。ご両親の、仕事の関係であった、わけですけれども、ご両親がともに野球が非常にお好きということで、谷村様がまだお母様のお腹の中におられる頃から大リーグをよくご覧になったということで、谷村さんはお腹の中から大リーグのプレーを見て野球が好きになったというふうにおっしゃってました。それからおじい様なんですけれども、おじい様は有名といいますか、言語学者で有名な広辞苑の編集をされました新村いずる様であります。膨大な広辞苑の編集をするということは本当にすごい、エネルギーがいることで、あろうというふうに思いますが、同時にですね、そういう厳格な、学者でありながら非常にユーモアも介されるということで、金言にして社奪という、そういうふうに当時は呼ばれておられたらしいです。谷村さんは、そういう、ご両親と、おじい様の血を受け継がれて野球大好き、そして、勤勉、真面目、頑固、そして、少しのユーモア等のセンスを、お持ちになって、それから先に活動されるわけであります。5歳の時に、日本に帰ってこられまして、野球大好き少年として、どんどん成長されるわけです。大学時代には、旧関西、六大学リーグに所属する、同志社大学の野球部員として、大きな体ではないんです、本当に小柄と言ってもいい小さな体ですけども、すごく頑張られまして、キャプテン、それからリーグ優勝、それから最高殊勲選手の、賞を受賞もされております。卒業後は現在の三菱商事に就職されるわけですが、野球をしたいということでクラブチームの京都クラブに所属し、都市対抗野球、今の後楽園、前の後楽園球場ですね、に出場も果たしていらっしゃいます。プレーのキャリアはその時点で終わられまして、その後勤務の傍らアマチュア野球の審判員になられます。27歳28歳です。長いこれからの審判生活のそれが始まりでありました。高校野球では甲子園で、今も名勝負の一つとして語り継がれる、徳島商業と、魚津高校、坂東村椿の投げ合いをですね、その審判も、されました。当時はですね、高校野球といいますのは審判のレベルが全国的に統一されていなくてですね、特にその地方の大会ではよくトラブルが、起こっておりました。そういうことで地方の決勝戦にはですね、地方から審判を派遣するという、そういう仕組みを作っておったわけですけれども、そういう制度の中で谷村さんは自分の審判としての技術をもっと高めたいという、希望を強く持たれてですね、プロ野球への審判の、道を、目指されたということでありましたが、周りはもうみんな全てがこう反対というところであったようであります。しかし、そこで生来の頑固さが出てきまして、もうそしたら自分で一人で決めるということで、ご自分でどんどん進められて、プロ野球の審判に
決まってからですね、まあ、ご家族にご報告をされたというふうに伺っておりますが、まあ、それも後でまた聞きましたら、奥様の信頼の上に成り立った上のことだったというようなことでございました。プロ野球の審判に入られたのはそういう関係ですから、32歳、遅咲きの、デビューでありましたが、次来、黙々と、本当に愚直に真摯に審判に取り組まれ、27年間で3026ゲームを担当されました。3000試合というのは、一つの、まあ、あのプロ野球の審判員としての勲章のようでありますが、現在は20名弱の方が、3000試合を達成されておると聞いております。60歳で現役引退後は後進の指導に当たられていましたが、1997年70歳の時に、全日本野球会議というのが、誕生といいますか設立をされて、その中の一部門として、審判委員会というのが、作られ、アマとプロの、なんて交流であったり技術の、進行であったりそういうことを目指して、そういう委員会が作られたわけでありますけれども、谷村さんはそのプロの、方のメンバーに入られて、そこであのプロアマの交流技術の向上について、非常にあのご尽力を、されました。プラス谷村さんはですね、その、そういう活動にプラスをして、もうあのその時にはかなりご高齢になっておられるわけですけれども、春夏の甲子園の、スタンドですね、本当にあの暑い中全試合全イニングスコアブックを片手に、ずっと野球をご覧になっておって、で時に、ちょっとこう気がついたところがあれば、甲子園の現役の審判員にアドバイスをされるという姿を私もそれはもう目の当たりに見ておりましたので、もう本当にすごい、ことだなというふうにあの感心をしておりました。まあその普段の勤勉な真面目なお人柄がよく表れている行動だというふうに思います。アマプロを経験された中でのそういう後輩へのアドバイスであったというふうに思います。あの審判の世界でよく言われておりますのは、目立たないのが良い審判だというふうによく言われております。ゲームが終わった、お客様が電車に乗って帰って今日の試合はどうだったと振り返って、誰々がよく打ったね、誰々はダメだったねというようなことが語られるわけですけども、その時にはて今日の審判は誰だったかなというようなことで、誰だったかなというふうに思い出さないのがいい審判ということであります。それはブレずに安定したジャッジがなされたからこそ目立たなかったということであります。しかし、まあ、言い方を変えるとそれだけ目立たないということは、スポットライトも、まあ、当たりにくいというわけですが、今回そういう地道な活動を続けてこられた、谷村さんが、こういう殿堂入りという華やかな舞台に選ばれたということは本当に本当に有意義な、ことであるというふうにもう嬉しい限りでございます。この後も、野球にとっては審判というのは本当に大切な役割でありますので、そういう、審判の方が殿堂入りに続かれることを心から期待をしております。合わせて若い人たちが、野球大好き、そして審判大好きということで、文句を伝えてくださることも、期待いたしたいと思います。谷村さん、本日本当におめでとうございました。ご家族の方もおめでとうございます。天国で奥様と、どうぞ祝杯をあげてください。以上でございます。相澤様ありがとうございました。顕彰者ゆかりの皆様より温かいスピーチをいただきました。以上をもちまして2024年野球殿堂入り通知式を終了とさせていただきます。谷繁様、黒田様、谷村様に今一度大きな拍手をお送りください。本日はおめでとうございました。